大物炎上。なんでじゃが？今更なんですけど、歯磨きグッズの正しい順番がわからなくて。なんでそんなことも分かんないから。じゃあ今回はこの私のおすすめする歯磨きグッズの順番教えるから、ちゃんと頭に入れておくように。ありがとうございます。まず最初にフロス。え、最初にフロス使うんですか？先にフロスで歯と歯の間を除去する。その後の歯ブラシで磨くのに歯磨き粉の成分が歯の間にもしっかりと入るっていう話。そうやったんですよ。全然知らなかったです。次に歯ブラシ。さっきも言ったようにフロスの後に歯ブラシをする方がフロスである程度の汚れを落として、よりお口全体の汚れを落とすことができるんだよ。ものすごく勉強になります。いいね、頭入ってるね。その次は舌磨き。最後にマウスウォッシュ。この順番がおすすめかな。舌磨きやマウスウォッシュ必要な人とそうでない人がいるので、おすすめの順番だけ覚えていけばいいんじゃないかな。ありがとうございます。これからこの順番で磨きます。ていうかいつになったらセラミックするの？これだけセラミックおすすめって言ってんだから、さっさとやっちゃいなよ。